キー g ・ g ヌ・ジス最後の日に5人からファンメンバーへメッセージ平野紫耀ジャニーさんごめんね。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キー g ・ g ヌ・ジス最後の日に5人からファンメンバーへメッセージ平野紫耀ジャニーさんごめんね。 ア n g ックスが22日、5人体制の活動を終えた。同日付で平野市要26、岸優太27、神宮寺裕太25が脱退。ファンサイトなどでラストショットメッセージを公開した。今後は長瀬連24と高橋海斗24が金プリとして活動。世界進出というグループの夢がやれ。 平野は、ジャニーさんごめんねー。と天国にいるジャニーズ事務所の子ジャニー北川前社長に呼びかけた。騎士は9月30日の退場を発表した。2018年5月23日に、シンデレラガールで CD デビューして丸5年。金プリが大きな節目を迎えた。22日をもって平野、騎士、神宮寺が脱退。 平野と神宮寺は同日付でジャニーズ事務所を退所し、騎士は主演映画、G メン、8月25日公開の宣伝活動を終える今週の退場が決まっていたが、この日、自身の誕生日の翌日に当たる9月30日に退場することを発表した。デビュー5周年前日、メンバーはファンクラブ公式サイトなどに、 20日に5人でのラストパフォーマンスを披露したい NHK 音楽番組メニュー101のオフショットをアップ。ファンに別れを告げた。事務所の有料ブログでは、それぞれが胸中を綴った。平野は12年の事務所入りから11年間のアイドル人生を振り返り、明日から k n g o p スじゃなくなると思うと、めちゃくちゃ寂しいよなと、しみじみ。 19年に死去したジャニー氏、去年87、が最後にデビューさせたグループで、世界進出を目指していたが、目標届かなかった。もし天国であったら怒られるんだろうな、ショー、と恩師に呼びかけ、またどこかで会えたらいいね、と、再会を誓った。神宮寺は、永遠のお別れではないので、さよならは言わないよ。と、きっぱり。 長瀬はメンバーに対して好きとかそういう言葉では表せられないくらい大切とリスペクトし最年少の高橋は本当の兄たちのように楽しませてくれてありがとうと感謝した平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。